大量のチップを渡せば酒場のオーナーから小声で情報を教えてもらえるって聞いたけど。エンジェルズシェアか？でもディルクの旦那は金持ちだって聞いたぞ。どれくらいチップを渡したら彼に大量だって思われるんだ？俺の勘違いだったかな。別の世界で聞いた話だったのかもしれない。いろんな世界に行ったんだな。